すみません、改めまして花畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あのですね、前回ですね、前々回かな、スリッパでやったんですけども、はいはい、僕だけすごい脱げちゃったりして、二人は全然余裕でしたね。余裕でした。全然余裕で。ちょっと今日もう一回リベンジしたいんですけども、はい、このスリッパじゃダメなんですね、二人は。まずはい、ちっちゃい、ちっちゃ、ももくんに関してもこれです。これちっちゃ、これでやってもらいましょう。ワンちゃんじゃ、ワンちゃんね。これでこの後の2曲ね、やりましょう。全然出てこないな。全然ポケから出てこないな。全然ポケでやっていこう。一つでいこう。片足今ね、ボタンに引っかかってますからね、これね。ボタン指で。ここまで出てこないの。面白いですね。こんな出てこないの。全然出てこないじゃん。あ、来たんじゃない？ほら、あ、出てきた。ね、じゃあちょっとね、スリッパにしてくださいね。はい、はい、なるんですね。これで今日ちょっともう一回挑戦してみますね。これでダメだったらもう諦めますね。よしよし。さあ、どうなるのか。これ入らない、入らない、横が。いやいや、もう大丈夫です。やばい。これ練習したことないですから。全然入らない。よし、じゃあ一旦履けまして、ね、入りからいきますね。かかとが出てる。かかとが出てるわ。くさくに割れちゃうなんてまるでお尻みたいで、みんな笑顔で手と手をつないで歩いていきましょう。偉い人でもお若な人でも割れてるお尻は変わらない。一つになりたい気持ちでいっぱい、未だに3人で行こうと。偉いことも楽しいことも一緒に味わいたい。やばいよ、やばい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 、心よろしくね。ピン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 。かわいい、怒られている生徒が反抗してしまうぞ。ありがとうございました。どうですか、これ。
これだったらちょっと苦しかったですか？苦しいは苦しいです。あの飛ぶとこ飛べない、踏み切れないっていうね。ね、その話は置いておきまして。置いておきましょうか。置いておきましょう。自己紹介しましょうか。はい、花畑って言います。上田博人、20歳です。よろしくお願いいたします。はい、柴翔太、20歳です。よろしくお願いします。はい、門馬翔司、26歳です。靴のサイズは 25.5 です。よろしくお願いします。ね、靴のサイズを超えたということでね。そう、ちっちゃいんだよね。ちょっとですね、夏っぽくしてみたんですけど、どうですか？花畑っぽいダサさですか？どうですか？気づきました？気づきました。ちょっと花畑っぽいダサさで、ね、青と黒と、ね、青と黒、青、これ一応青なんですよ、これね、青ね、見たらわかりますよね、青なんですよ、一応とか、ね、なんか遠くから見たらなんか似てるな、わかんないかな。そうそうそう。で、これはもうピンクですよね。そうですね、うん、まあね、今日はですね、まず告知をして、はい、その次のやっちゃったって曲もこれでやりたいなと、はい、これでいくんですね、これでいきますよ。だから、はい、どうなるんですかね。なんかルールつきましょうか。ルールつけばいい。抜けたやつ罰ゲームみたいな。出ただけど手抜いたやつ罰ゲームみたいな。ちょっとなんかめっちゃ本気でちゃんといつも通りやって、いつもよりやって抜けたら終わりだし、手抜いてもダメ。わ、うん、かりました。で、罰ゲームはもう花畑っぽく、そこはもうあのね、ね、なんか動画を上げましょうか。膝、あれやりますね。でですね。じゃあ、ね、まず告知からいきましょうか。はい、じゃあ、もまくいきましょうか。はい、で、まずですね、来週の土曜日ですね、7月の8日、企画ライブあります。はい、こちらですね、詳細またね、ツイッター見てお知らせしますので、よろしくお願いします。はい、また、7月の22日、スタジオライブ、ボリューム120があります。はい、はい、こちらですね、また、お時間等は、京都変わりないので、はい、料金もですね、出演者の方もまた後日追って、はい、ご連絡させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。企画ライブは5時からやりますので、だから今日より1時間早いです。あ、早いですね。よろしくお願いいたします。お願いします。ね、最後じゃあ曲行く前に全然関係ない話していいですか？最近ですね、カラスがすごいなんかちょっとヒナができたのが攻撃的なんですね。はい。本当にカラスすごい怖いタイプなんですよ。こう見える。苦手なんですね、カラス。で、僕結構そのドッキリの番組とかね、うん、見てね、女性のアーティストさんとかアイドルさんがね、こうびっくりした時にキャーって言うんですよ。はいはい、僕嘘つけと、うん、びっくりしてキャー出ると思って、ウォーでしょ。そうだね。そうだね。うん、絶対ウォーびっくりしょ。絶対そういうはずだと思うのに、うん、キャーって言う。だから。嘘つけと思って僕ほんとチャリこいでたんですよ。チャリこぐね。この前朝、はい、あれはよくチャリこぐ。5時40分ぐらいですかね。細かいな。こいでたら、うん、すごいなんかもうバカみたいな、あーみたいな、いたんすね、すごい声のカラスが威嚇してたんですね。すごい近づいてきてですね、うん、まさかねと思ったら僕の頭上をブコーンと、なんだと、はいはい、もうそこで僕もキャー出ちゃった。出たキャーです。で、うわーってカラス見てたら次もう一羽反対から来るんですね。うわっ、集団ってなるわけです。集団ですね。3匹に囲まれてですね、あいつらどうやらチームワークがいいのか練習してきたのか、うん、1匹って1匹見てる最中にもう1匹って見てる最中にもう1匹っていうこの連携を取ってくるんですね。すごいチームワークですね。うわーって言いながら、うん、すごい怒ってるんですよ、うん、もう僕もチャリから落ちて、カバンの中の中身全部出て、財布も転がって、もううずくまってるわけですよ。転がってて、朝の5時に全然来ないですよ。って言って、そしたら僕の自転車に傘があるので、はい、とりあえず傘取って傘差したんですね。あ、傘差した。そしたら来なくなったんですよ。傘で。これカラスで今本当に、なんかヒナ作って警戒態勢入ってるんで、うん、危ないらしいです。で、調べました僕は、カラスに襲われたらググりました。はいはい、そしたら手あげるといいそうです。この手が怖くてね。あと、傘もいいそうです。あ、傘もいいですね。じゃあ、最善の。どうしてもやっぱこの時期はヒナがね、いるんで危ないそうです。あと、あ、男性に攻撃的だそうです。女性にはあんまりいらそうです。カラスからしたら男性の人間は敵だそうです。あ、敵なんですか。もう怖かったです。僕、キャーって叫びました。あれはもうね、叫びますよ、皆さんもね。なので、カラスだけは気をつけてくださいね。カラス気をつけましょう、皆さんね。そんなね、話で。じゃあ、次の曲いきましょうか。行きましょうか、ね。カラストークの後に。それでは、次の曲聴いてください。やっちゃった。あ、ありがとうございます。じゃん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 。どうもありがとうございます。ね、あれ、曲よし。もうちょっとでやってみます。もう少し聞いてみてください。もうちょっとで、僕の中で挑戦してみたいと思います。ね、新年からからですよ。スタート。いや、もう分かる。言ってる通り、俺らが。
わかまずね受けてみろ。マイチーマイチーマイチー全部仕事を押し付けておいてふんぞり返って偉そうに。マイチーマイチさあ、来ますよ、モンマ君のね、この前、風邪で君を苦しめた、ね、足はあれね、はい、いきます、せーの、膝を曲げて歩く花畑でした、ありがとうございました。そのまま帰る膝を曲げて帰る